私が綾の頭をこんな狂気で叩けるとは思ってないの。綾の負けちゃったにゃん見たい。とんでもなく歪んだ愛情。叩いてかぶってじゃんけんにゃん。もう帰れお前。メイク、これ実はあとある人にやってもらったんですけど、誰だと思いますか？そう、実はくーちゃんにやってもらいました。あとさつきにも手伝ってもらいました。そう、このカチューシャもね、ミクのやつ借りて。ミク多分前後逆だと思うな。あやもじゃない？トマト。あやちゃんもね、今日も可愛いです。もうあやにはね、会わなくても分かります、今日も可愛いなっていうのはね。チームあや、ブログとか見てない人に説明すると、チーム、私のこと好きな人はチームあやです。そう、チームあや、みんなチームあやになってね。あやは本当に危ういんです。なんかみんなで答えを一個に合わせなきゃいけないみたいなゲームを5期生でやったんですけど、その時も一人だけ絶対に違うんです。絶対じゃあ分からない。有名なおにぎりの具はとかで唐揚げって書くんです。絶対違うって。それ私は今日あの美容室に行ってきました。それで今日は、前はミクとサツキにヘアメイクをしてもらってたんですけど、今日は美容室で前髪切るのと一緒にしてもらってました。そう、あ、今日はね、一ノ瀬ミクさんはついてきてないですよ。大丈夫。でも一回あの連絡は来ましたけどね、ついてっていいって、やだダメって断りました。小川彩が大好き。あ、あーや、あ、やっほー。 この後ミクちゃんのところにも行くんだけど、あーやのところにも来たよ。うーん、くーちゃんのところにも行くの？いや、ちょっとね、あのミクちゃんも可愛いなと思って、でもね、迷ってるな、今あーやとね、どっちを襲うか迷ってるんだ。くーちゃんも可愛いけどさ、二人、あーやのところにも来てね。あーやってトマト好きだけど、トマトと僕どっちが好き？どっちかな。ちょっとの差でトマトのが好き。名前呼んで、最後に名前呼んで、名前呼んで。こんにちは。こんにちは。ミクちゃん、あの今日はあの、うん、アーヤのところにも行ってきたけど、ミクちゃんのところにも来て。え、アーヤのとこ行ったの？あ、ミクちゃん、ミクちゃんも僕のこと好き。私、一途な人じゃないと嫌だな。そっか、じゃあ次のシングルもっと積むね、ごめんね。なんか、あやって結構こういう髪型もできるんだって思います。あ、なんかよくわからない、なんかアイテムを持ってるんですけど、一緒にゲームしたいです。最近のあやか、それこそこの間そのイベントがあった時に、あやがそのみんな匂いが結構モチベーションになるので、その匂いを結構いい匂いに、お仕事前に例えばちょっと香水つけたり、まあ、ハンドクリームつけたり、ちょっといい匂いにすることが多いんですけど、あやだけ何も持ってなくて、で私もボディクリーム塗ってたら、その何か借りるときとかお願いするときだけあやはめちゃくちゃ可愛くお願いしてくるんですよ。だからその時だけくーちゃーん、あやにボディクリーム貸してって言ってきて、もう可愛すぎて私ずっと壁を殴ってました。あ、確かに塗ってあげればよかった。確かにミク大好きだよ。キャー、可愛い。見たか、ミクちゃん。感謝してくれよ私に。あやからの大好きを引き出してくださり本当にありがとうございます。あやが天使だとしたら、久保さんは女神です。あやから大好きをもらえたのは初めてです。本当に嬉しいです。前回も久保さんが私の愛を受け入れてくださったから、今もこうやってあやに好きをたくさん言えます。久保さんのことも本当に大好きです。恩人です。今日も一日お疲れ様でした。一度スリック、やばいやつじゃないですか。
私は知ってるんですよ。このミクがアヤのことを好きなのはもうアヤが可愛いから好きっていうのもあるんですけど、うん、もうアヤのいいところを全部知った上で、うん、本当に好きなんだなってこう上辺でただ可愛いから好きって言ってるんじゃなくて、うん、あ、そう、誕生日といえばあの私今日の乃木曜日3回目なんですけど、1回目が柴田さんの誕生日で2回目が作田の誕生日だったんですよ。でも今日は明日だったらミクの誕生日だったんですよ。惜しいミクとアヤの笑顔が似てきた気がするの。確かにアヤの笑顔がどんどん三日月目が、目がね、ミクのそうそう目になってる。じゃあ相変わらず口開いてるって書いてあるアヤ本当だ、開いてる。いやね、寝る時もね、口開いちゃうからね。この間、万歳して寝てるそうなの万歳して寝てんのあらららら、らあ、わい、やっぱり、え、あやかわいいの、え、わい、え、やっぱりあやかわいい、はい、え、わい、え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 、あ、やっぱりあやかわいい、はい、え、わい、AYA 自分の歌じゃなくて、なんでミクがめっちゃいるんだけど保護者怖すぎるってパンケーキ好きですか？美味しいよね、パンケーキ。でもあんなパンケーキ初めて見ました。めっちゃ生クリームがドンってなっててすごかった。美味しいとこあったら今度教えてください。あ、そう、ミクと行ったんですよ、パンケーキいやー、今日は、あ、ここにはいないですよ。あ、取れちゃった。大丈夫です、今日は来てないですメイクも今日してもらったんですよ。全然自分でできるようにならないですね。私はね、夏休みに福岡に帰ってました。福岡にね、夏休み、お休みをちょっといただいたので、それでですね、なんと私の実家にですね、小川彩ちゃんがやってきました小川彩ちゃんと一緒に福岡に行ってまして、それこそ聞いてください、小川彩ちゃんが行きたいって言ったんですよ。あ、そう、福岡いたんですよ。ミクがさ、彩がどうしても一緒に行きたいって言うからとか言ってましたけど、違いますよあの、なんていうか、そうじゃなくて、私は福岡に行きたかっただけなんですよ福岡に行きたくて、やっぱ実家というか地元なので、うんうん、意外とじゃああれなんだ、ツンデレというか、私の生まれ育った町に小川彩ちゃんが来まして、私のね、家で一緒にね過ごしちゃいましたアニメを見てて一緒に、そしたらそのまま寝落ちしちゃって、まだお風呂も入ってないのに、それでママに怒られてましたみくちゃん、あやちゃん待っとるよってでも寝ぼけてて、もうすごい寝ぼけ顔でした。え、なんでってしたら後でその話言ったら覚えてないらしいです犬猿の仲じゃなかったっけちょっと付き添いというか、行きたいって言ってきたんです。本当だよ、持ってないよ、持ってない。なんかさ、私が言うと持ってるみたいだよね。確かに、でもね、本当なの。親がね、福岡行きたいって言ってくれたの。好きなんだそういうわけだよ、ね、そういうわけだよ。あやもね、重いからねみんなひどいな、全然誰も信じてくれない。言わせとくかとか見えたんだけど本当だから、そう、本当なのよ。これチェッキンがもうどんどん落ちてっちゃって、肩が撫で方だからか、そう。で、そのつけてたリストバンドをね、ちょうど昨日ミクと会ってて、あの、
あげたんですよ、そのリストバンドを。で遊んでる時にそれをずっとつけてて、そう朝あげたら一日中ずっとつけてて、本当面白い人ですよ。違うな。